はい、どうも。もう夕暮れ時ですね。はい、今回は飯田線の高遠原という駅に来ております。もう夕暮れ時なんで、もう5時頃ですね。今5時半ですね。なんでもう暗くなってきましたが、でここも一応秘境駅らしいです。周りは結構家は見えるんですよ。なんか前に1軒とかそっちとかにもあって、でこっち行くと全然民家はたくさんあるので、そこまであれですかね、来にくいってわけでもないので、強いて言うなら快速ミスが通過するぐらいなので、そんな秘境駅ではないかなと思うんですけど、まあ、そうらしいので、ここは長野県の上伊那郡飯島町とで稲田島七久保隣で、この先、ま、天竜橋まではまだまだなんで、この先ちょっと行くと飯田ですね。で、これが駅舎。駅舎っつうか、まあ、治安室ですね。はい。入ってみますか。よいしょ。で、これが、なんか、昔、友人だったんですね。窓口の跡があってと。おーっとっとっと。運賃表と、時刻表と。次が17時34分の岡谷駅に乗ってかなきゃいけないので、20分ぐらいしかここに入れないんですね。本当は今日飯田線のしてぐり駅まで行こうとしてたんですけど、まあ飯田線甘く見すぎましたね。遠いんです、長野から。ちょっといくらなんでも諏訪からちょっと遠いなと思って、なんで今日辰野支線とか行ってましたね。で、時間余ったんで、高遠原までなら行けるということで、じゃあ、そういうことで、ね、行ってきましたけど、で、こっちのなんか裏口みたいなとこには車がつけられるんですね。で、向こうですね、向こう。さっき言ってきた向こうには車は来れないような小さな道でした。ちょっと行ってみましょうか。何分だ？あと2分ぐらい。ここなんか、その駅先がなんか撮影地っぽい感じのカーブしてますけど、いい感じのカーブ。で、これがトイレと。で、なんかそこに、なんか水道があるんですよね。ここ。水道があるんですけど、水出ないですね。何のためにこの位置にあるのか。多分清掃かな？掃除するときに使うとか、地元の方が使うとか、そんなんじゃないかなと。あんな低い位置になったら自分たち使えないですからね。思いっきりしゃがまないといけないんで。で、こんな感じです。ちょっとこれは車じゃ来れないかなと。で、向こう見えますかね、車ビュンビュン通ってるんですけど、 あれは何でしょうね。高速？国道？だと思いますけど、踏み切りをと。ちょっと。はい。まあ、こんな感じですね。単線の。飯田線、もっと、田舎のとこ走ってると思ったら、そんなでもないんですね。結構都会っていうか、都会でもないけど、田舎でもなければ都会でもないっていう、普通の、長野の、ちょっと外れた街っていうか、そんなでも、自分の考えた飯田線とはまた違いましたね。昔上諏訪から豊橋まで乗ったことはあるんですけど、まああんま覚えてなくて、結構昔の話なんでね、しょうがないかなと。稲島では結構なんかイベント列車とか走ってたんで乗ってきたんですけど、その先来るのは久々ですね。ワンマン乗車口で、こっちが豊橋方面で、でこっちが辰野上諏訪方面です。もう列車が来ましたね。列車、じゃあ列車乗せするんで、これでお別れです。あれ警報だけは鳴るんですね、あの踏切。
なるほど。第3種、4種とか、それぐらい。じゃあこれ乗って帰ります。お、313かな ?313 系ですね。はい、じゃあ、帰ります。では、今回は、高遠原駅でした。